天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。うん、こんばんは。もう前回まで一週間切ってるわよ。天才ピアニストの竹内です。ほんまに偉いわ。マスミです。感謝やね。おカップです。 ね、カップもそう言うてますいやーすごいですねあのちょっとねツイッターやインスタグラムの方で告知させていただいてるんですけれども、はいうん、あの新でんが1,000回を迎えるということで、うん、えと3月15日の多分0時に1,000回なので、はいうん、3月14日の夜に。 トトークイベントをすることになりました,た配信限定でねそう配信限定ですのでお客様会場に入れずにですね、はい、配信皆さんお家で各おうちで楽しんでいただくとまあラジオトーク、ねはい、のイベントですから、うん、もうラジオ感覚で。はい 動画付きラジオぐらいのイメージでね、ねうんうん、皆さん緩く見ていただきたいの60分間ございますのでね、お方、はい、見ていただきたいなと思っておりますのでます。間もなく1000回記念スペシャルということで、ね。1000回記念ですからね、さすがにちょっとね、まあ、トークイベントをするだけではあれだということでね、はい、まあちょっと嬉しい発表なんかもご用意しておりますので、はい、ぜひぜひお見逃しなくということでございます。そこんとこ楽しみにしとき。だから、えっ、ー、と、いつものファニーオンラインっていうサイトで、うん えっと、チケット売ってます。え深夜おでんの1回記念直前スペシャルみたいな感じの、えっと、サムネイルで見ていただいたらわかると思うんですけど、それが始まる前に、えっと、ラジオトークの方でも生配信します。15分くらい。15分だけね。えぇ、だからあれが何時でした ?9 時、10時。え十時スタートなんで、9時半から生配信します。ラジオトークの生配信。15分くらいして、で、15分開けて、え二22時から。そう。 ファニーーオンンライのスタトとといいいう感じにした思ますちょっとねあのまあ一応ラジオという形ではあるんですけど映像がありますのでせっかくなんで我々もなんかこう飲んだりとか食べたりとかしながらやりたいなっていうふうに思ってますので皆さんもね好きなものおでんどうですかおでんを炊き込んだ方がいいん違うかな我々もほんまは炊き込みたいねんけどな炊き込む時間ないからやっぱりねいやこれほんまのこと言うたらねオリジナルでやりたいわけあマスミのおでん ODN をますみの ODN をねはいますみの ODN なんかはどういう感じなんですかまあまあでも具材は具材あおだしはもう普通にあれですけどえええ関西のねあっさりとしたはいまあもちろん大根大根糸ともちきんじゃがいもあじゃがいもえ4少数精でですねうん ちょっとお腹痛い大丈夫大丈夫行きますかトイレ大丈夫です大丈夫なんですかみんな途中でますみちゃんが来るかもしれませんけどねおでんの具を考えてる場合ではないってことですよねそうそうそうおでんの具を考える思考能力とねそうしたら腸が反応しおるから腹がグッときてねグッときてねそうなんですよでもまあなんか我々も何を食べながら飲みながら生麩とか入れたいないいですねおでんに生麩って合うんですか合うと思うよあ、入れたことがあるとかじゃなくてないですよ 誰かが入れてたたみいななことですかやいやもう情報ゼロマさんやでもね絶対おいしいと思うしまあまあ合うでしょうねちょっとなんか田楽味噌みたいなつけたらなるほどなるほど絶対おいしいわ生放ねいいじゃないですかほんで皆さんの1000回やってますからこれまでの振り返りをねやっぱ丁寧にやりたいなと思うわけです思い出せばいろんなことがあったわけですからその内容もそうやし でたまに出てくれたゲストの人もおるしせやなでもさ旋回中でで片手で数入れるほどちゃうそうね10いってないななあと思いますねほんまにたまたま通りかかったとかはいだってお願いして出てもらったんってラテさんラテさんにぼしわしさん米田ちゃんぐらいじゃないですか A マスソさん出てないか A マスソさんはそうです MBS のそうそう出させていただいたんですよねぐらいか ぐらいじゃないですか。あとは、通りすがりの谷口。と、秋きさんと、胸ちゃんがね。なんか一回ありました。あたがな。はい。乱入騒動がありました。そんなもんですよ。だから。あと、おおくんも一瞬だけね。マネージャーのおおくんね。あれは、私自身はどうなの。私なんか、勝手に巻き込んだだけ。そうです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 。はい。そうですね。とかも。え松田ちゃんは出てないか。松田ちゃんも、でも、松田ちゃん、結構、このラジオトーク収録の時に。結構、いてくれてた。マネージャーね。うん。 ゲム行ってくれてる時間多かったから「かね、えせやんな」みたいなの奈々ちゃんに聞いてまさ、はい、ちゃんに聞いて「あそうです」みたいなのとか「えでも」みたいなあったかもしれないね特になんか打ち上げ配信の時とかいつもいてくれてたからあそうね結構入ってくれてる、ね、そうですね本当にありがとうございますほんであの過酷だね、はい、収録環境で挑んだことも数々あったわけじゃないですかか、はい、なんかあの踊り場 はいはい、踊り場エコーが聴いてる場面結構あるよな皆さんにね迷惑をかけながらこれはどこで撮っているのと言わんばかりになんかちっちゃい声で撮ったりとかもありましたありましたあったよなありましたちょっとねあんま,まり大きな声は出せないんですけれどもれど「どこで撮ってんのてて?」それこそさ「ザ・ w の決勝の日なんかを決勝直前に、うん、はい もうすぐそこで紅しょうがさんがネタ合わせしてて奥の方で喧嘩みたいな声聞こえてるからねう,うん,ベニーんあれとかもあんまり大きい声出せなかった時やなそうやないろんな環境で撮ってますからそういうのも振り返りながら、うん、で皆さんにちょっとこうお便りもいただきながらっていう感じでやりたいなと思ってますリモート会もね,ねリモート会もあるなあるある数回、うん、2>, 2回3回3回ぐらいか 1>, で1回だけうち1人でやってくれてる あ、一回だけ私一人でやりましたね私体調悪くてはいはいで真澄ちゃんのあの悪口を言うっていうねはいはいはい回がありましたそうやそうやそうやあったわった一回だけあるよ何とか一回だけありましたねすごいねほんで休んだ時もあんのよ一回だけはいえコロナ休みの時十日間配信できてなかったせや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 実質ねそう罹患してそうでえあルザッツの日も あのめっちゃ遅れて更新してんそうか0時とかに更新できずはいはい、はい、そうそうそう,そう夜中に撮ったんだっけ夜中に撮ったみたいなのもありましたね、うん、そんなんもありましたけどねそういうのも細かく振り返りながら、うん、皆さんのお気に入りトークはい、うん、名言も出てるわけですから数々ね、うん、そうなんですよだからちょっとね振り返りトークしたいなとかま,、ね、またちょっとアンケートとかあったら協力してくれたらあすよかった嬉しいですでね、うん 意見を聞いて、やっていきたいし。千回だからと言って、これからもまた続けていくわけです。はい。ね。よろしくお願いいたします。千っていうのは、でも、すごいですよ。すごいよ、こんなね。感慨深いですよ。何の話をしてるとかでもないからね。うん。アイスをつかされても、仕方がない。そう。うん、だって、まあ、味の未来を見ますとかさ。そんなは、結構ちゃんとしてるやん。うん、そうやな。企画として、ちゃんとしてるな。そう,そうそうそう。うん。そういう、でも、結構やってるの、味の未来も。 やっ,てるやってる、やってる、味の未来も結構見てきてますから、色、うん、んな、ね。あれはだって、もうほんまにいきなり回すんじゃなくて、ちゃんと考えてからやってるもん、ね。そう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 。 最初はそうだったんですからねちょっと楽しみにしていただいてラジオトークをお聞きの皆さんはぜひファニーオンライン」というサイトを調べていただいて「天才ピアニスト」と検索していただいたら出てきますのでちょっとおでんの民たちはぜひぜひでさっき言ったその前のラジオトーク生配信直前生配信でちょっとう嬉しい発表をしたいなと思ってますのでここはお聞き逃さずって感じです9時半にラジオトーク前にスタンバイしてけれま 配信はいはいぜひともよろしくお願いします三月十四日の二十時じゃ二十一時半から二十一時半からこちらのラジオトークで生配信させていただきます本ちゃんは二十二時からそう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 なんですぜひぜひよろしくお願いしまニュースを借りのしますそうやねうんそう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 やなえち金曜日じゃなかったかな十四だから違うか違うかごめん全然違うごめんみんな忘れてるブーとキャンセルキャンセルと よろしくお願いしますお願いしますほんでねあのじゃ全然関係ない話いいですかあかんえあかんじゃあ黙っとろうどうぞいやあのさ私ちょっと思ったんです仮説仮説段階なんですけども豚豚肉あるじゃないですか豚バラ薄いやつうんあれで巻いて焼いたら何でもうまいんじゃんわかる えさっき言ってた <laughs> いや分かるって言わんなんな私が今提出っ言ったん,やん分かるいやもう先回りすなよ先におったんやもうそこせやねあそこでいたってたあのね豚にね豚バラロールでね、うん、まずないもんないねん、うん、まずならへんよなもうねそんなことは言,言ったらあれやでって思うかもしらんけど、うん、消しゴム巻いても巻いていやそうやねんえっものやろものもの消しないや 巻いてもうまた多分ほんまにだからものもの消しゴムをバラ黄金のタレで絡めてちょっと一晩漬け込んどいてな味浸透させてちょっと一番あれやでしで足してな串で刺してな表面積増やしてそうそうタレで漬け込んで次の日豚バラで巻きましてで揚げたらえ絶対うまいえちょっと甘辛いタレで消しゴムの豚バラ巻き揚げ豚バラ巻き揚げはい巻き揚げいんちゃうんいや絶対うまいだって食感独やん ゴム臭さだけやな根っこはな何かにんにくとかエバラが消してくれるやろそんなエバラ黄金のタレににんにくとしょうがちょっと足して足して臭み消してで食感めっちゃエグいやんあだから分かったゴムの臭さ消すためにちょっとしそとか一緒に巻いたいんじゃんあいいな。なやろチーズをゴムの間に挟まへんあえ切れ目入れてはいはいはいでまず噛み切った向こうにチーズが待ってるっていうねそうそうえ絶対食べれんでなでしそ巻いてうん 最後何つける？まあどうしますか。砂糖。まあ、味濃い方がええからな。甘い方がいいからな。ああ。マヨネーズもいいか。まあ、マヨネーズみたい,いな。な。うまいよな。絶対うまい。だってさあのまあのそのやり口ってさ、うん、まあアスパラとかもそうですし、はいはい、あの岩手の新生姜とかもそうじゃないですか。みょうか、ん、とかも美味しいしさ、うん、なんかあれ豚バラで巻いたらもうほんまに。 食べられへんもんないよねな,ないんですよ噛み切れへんっていうことがないだから布とかはちょっとなまあ布はなうんさすがに無理か布はだから食感いいやつやったら物消しゴムやったら物消しとかまとまるくんなんかもうおいしいんじゃんまとまるくんはあれやろだから一旦ガーって机こすって指で消しカス練って練っ、うん、てあ消しカスの方でうんあまあそうかっそっちの方うまいか ちょっと机の草見てるか。机味にはなってくるやな。こと指の草見てるか。ええ。枝枝とかできると思うね。え枝。枝？う声だ。声だを豚バラで巻くの。そう。声出しちゃう。分かってねめっちゃ豚バラいるやん。声出しを巻きつけをったら。これ今は何ですのなんか冷たいけどこの時間は何ですのっなんですのでつまんやろ。なでじっとしてくれてんね。豚バラ巻きつけてる間。 抵抗しがさすぎやよさすがにないやそうやねんこれはねそうでしょちょっと甘い系でも美味しいんじゃないかなっていうああなるほどバナナとかバナナとかそうなるほどなうん蜂蜜かけてああまあどうやろ甘じょっぱくしてもいいかな味付けは塩辛いけどバナナが甘いっていう豚バラで巻いてシナモンとかをあもうスイーツに寄せてな寄せてはいはいはいいや美味しいと思う ね美味しいでしょ塩キャラメルがあるからねあ終わりやあおやすみなさい <laughs> チャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう